皆さんこんにちは、ちゅんこです。こちらのビデオはナターシャ・デノナさんのミニレトロパレットを使ってメイクをしたビデオです。ファンデーションの方はですね、イヴ・サンローランさんのスティックタイプのものを使っています。こちらのレビューのビデオは別に上げていますので、そちらの方もよかったらチェックしてみてください。アイブロウの方ですね、そしてまつげの方はいつものものを使って仕上げています。今日使うアイシャドウパレットはナターシャ・デノナさんのミニレトロパレットです。色合いの方はこんな感じになっています。まずはですね、こちらの色をこの二重の内側ですねとちょっとはみ出す感じですかね、そのぐらいまで全体的につけてみようかなと思います。そしてまあこちらですね、こちらをまあ中心にこうちょっと飛び出す感じでつけて、こちらはどうしようかな、こちらをつけた後でちょっと全体的に上からこちらを入れてみようかなと思います。そしてこちらはライン的な感じ、それをこうなじませる感じで少しこちらをこうちょっとこう釣り目に見せる感じで重ねていこうかなと思います。まずはこちらですね、こんな感じです。はい、そして次はですね、こちらの色なんですが、少し色の方を見てみたいと思います。こんな感じですね。やはりちょっとグリッター系なんですけど、少しだけですね、同じブラシを使って重ねていこうかなと思うんですけど、どうかな。同じブラシですね、こちらを使ってちょっとだけ、今ですねこちらを使ったブラシでちょっと色を上から重ねたんですけど、多分ですね重ねずにこの下の部分ですね、こちらですね、この下の内側の部分、こちらにつけた方が良かったかなと思います。ただまあそんなに激しくキラキラ感は出ている感じではないので、まあ重ねても大丈夫だとは思います。はい、それでは次にこちらの色ですね、こちらをライナー的に少し私のこの垂れている部分は太めに、そして内側に行くときはこうライン的に入れていこうかなと思います。私はこのような感じのチップ、しかもこのちょっとこう先の細いタイプですね、こちらを使って入れていきたいと思います。このような細いチップを使うときはですね、私は色を取った後に縁からですね、1、2、3という感じで横にこのようにして3本
理想のこの二重の幅ぐらいまでですね入れてしまいます。そうするとちょっとこう平行的にはなるんですけど、それをこちらをこう細く入れた後にですね、少しつながる感じで入れるとこのような感じになります。それを少しこう全体的に塗った後になじませる感じですね。こちらのラインはもうこの色でいいと思うんですけど、アイシャドウパレットのレビューということなので、こちらをですねちょっとつながる感じで入れていきたいと思います。はい、今ですねこちらの上にこちらを重ねてみました。こちらの色はですねちょっとシルバー系のラメが入っているので、このような感じですね。こちらの色はかなり名前の通りレトロチックな感じなんですけど、こちらを重ねることによってちょっとこう色がエンハンスといってこう目立つ感じですね。私はやはりこちら、まあこちらの色もそうなんですけど、こちらで仕上げてこれを中心につけた方がレトロな感じでいいかなと思うんですけど、最後はですねこちらの色を中心につけてそれを少しぼかすだけにします。こちらの方ですね、かなりのこうキラキラ感が出ます。しかも、まあ、名前の通りレトロな感じですね、のキラキラ感です。こんな感じですごいですよね。ナターシャ・デノナさんのアイシャドウはですね、まあ大きいパレットの方もそうなんですけど、ミニパレットの方はまあ評価の方がこうちょっとまばらなんですけど、私は試してみるにはすごくいいパレットだと思います。パウダーなんですけど、つけるときは感覚的にはちょっとクリーミーではないんですけど、こうピタッと肌につく感じなんですね。なので粉落ちももちろんないし、重ね付けをすることによってアラフィフに起こりがちな粉っぽさ、シワシワっとしたような仕上がりにはならないです。下の方の仕上げの方はこちらをまあライン的に全体的に入れて、こちらの色を内側の方に少し入れていこうかなと思います。こちらの色ですね。はい、こんな感じで仕上がりました。今日はですねハイライター、そしてコントワーやブロンザーの方は使っていません。リップの方とチークの方はナーズさんの方を使いました。こちらミニのタイプで、こちら2つですね。チークの方がディープスロート、そしてペンシルの方はバッドガールという色です。こちらは4月のお誕生日の時にセフォーラさんからいただいた商品、そちらを今日試しています。今日使ったナターシャ・デノナさんのミニレトロパレットですね、私はこちらのミニシリーズ大好きなんですね。一つは48ドルといって少しこちらより高めのパレットも少し大きめなんですけど、そちらのパレットも評判はいいです。ただ私はこちらのミニの方ですね、発色の方は大きなパレットの方がいいという方もいるんですけど、私はこちら文句なしです。すべての色を有効に使えるという方は大きな方も挑戦していいと思います。
ただ私的にはパレットの中で3色から5色以上ですね、使わない色が入っている場合は購入の方をスルーしています。今日ご紹介したパレットなんですけど、25ドルの方ですね、そちらは一度に全部色を使わなくても2色から3色ですね、組み合わせもできますし、あとですね、粉飛びも少ない、そして発色もかなり強いです。強いんですけど、スワッチした色がですねきちんと発色して出ます。そして若い方はまた違うと思うんですけど、アラフィフになってしまうと、私のこう色を塗っている時も分かると思うように、だんだんこちらの方がこうタプタプしてこうシワシワになってしまうので、アイシャドウですね、ブラシを使う時もそうなんですけど、力をかけてしまうとこう歪んでしまって色がこう思った通りに出ないんですね。そういうことを考えると、粉っぽさ、柔らかいです、ブラシに取った時はかなりポロッという感じで取れてしまうので、トントントンと粉を落とす必要はあるんですけど、それを一度つけてぼかした時にはですね、粉っぽさというよりもふわっと色が入った後にギュッと入り込む感じなので、すごくこう綺麗に仕上がります。アラフィフの方にも、アイシャドウが使いにくくなってきた方にも挑戦してもらえるパレットだと思います。私はですね、こちらのミニアイシャドウパレット1種類だけですね、ちょっと紫、青とかちょっと激しい色のパレットがあるんですけど、そちらを抜かしたもの以外は全て持っています。そして全ての色がこう組み合わせも自由にできるし、使い勝手がいいので、どのパレットもおすすめできるものですね。ミニレトロパレットということで、ちょっとこう色合いの方もレトロチックな感じですね。中に入っていたちょっとパールの強い方は少しですね、こう使い方を気をつけていただかないと、私はちょっとアラフィフなので、まあ夜のパーティー的にはいいと思うんですけど、そうではない場合はふんわりのせる感じじゃないと、こうがっつりがっつりになります。ナーズさんの今回使った色はですね、レトロパレットと相性のいい色合いだったと思います。はい、ということで今日はナターシャ・デノナさんのミニレトロパレットの方をご紹介しました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた。